皆さんこんにちは、星見です。モブ騎士です。ふう、私はようやく最近 AC6 をクリアしましたよ。随分時間がかかったじゃないか。何のために強化人間手術をしたと思っているんだ。そんなこと言われても私の強化手術は PS シリーズ版なので AC6 には対応していませんよ。なんでそんなクラシックスタイルなんだよ。今作もさすがフロムのゲームだけあって歯応えがありました。しかし、クリアしたのでルビコンでの任務は終了です。これで安心して狭間の地に戻れますね。何を言っている。AC6 は3つのエンディングがあるんだ。残りのエンディングも回収してもらうぞ。ということで今回は初見どん詰まりミッションレイブンの日ルートというテーマでお送りするぜ。まだクリアしていない人はネタバレ注意だ。それでは行ってみよう。まずはじめに紹介するのはウォッチポイント襲撃だ。はいはい、これは誰もが足止めを食らったあのバルテウスさんがいますからね。これは予想がつきますよ。まあそれはそうなんだが、実際このウォッチポイント襲撃で詰まる理由はバルテウス以外にもあると思っているんだ。というのも、このミッションは冒頭は敵を撃破しながら進めて、途中で独立傭兵スッダと戦闘になり、突破すると回復を挟み、バルテウス戦に突入という流れだ。何度バルテウスに負けてヤさんにため息つかれたことか。このミッションだがバルテウスばかり悪目立ちしてしまっている感はあるが、実際 AC6 に慣れたばかりのチャプター1では、途中のボス、スッダも普通に強い、戦い慣れない地形、スッダの確定回避行動、やたら当ててくるブーストキックなど、さすが最も悲惨な手術を乗り越えた、第一世代強化人間の独立傭兵といったところだろう。確かに、最初にプレイした時はこいつがミッションの大鳥かと思いましたよ。隙の大きいバズーカなどの攻撃は適当に撃ってもほぼ確実にかわされる。逆にこちらがスタッカーしたら容赦なくブーストキックを叩き込んでくる。AC 戦のお手本のような戦い方ですね。初見のうちハバルテウスどころかスッダに苦戦したプレイヤーは多いはずだ。そしてなんとかスッダを倒すと、回復を挟みバルテウス戦なのだが、これまた皆さんご存知の通り初見突破はほぼ不可能な強さをしている。すごいオーバードウェポン装備してますからね。見た目的にインパクトの強いミサイル攻撃もすごいのだが、こちらは少しコツをつかめば割と回避できるし、多少当たったくらいではどうってことはない。問題は画面にアラートが出た直後に撃ってくる強烈なバズーカ攻撃。これを食らうと一気に AP が持っていかれるほか、確定でスタッカーになってしまう。初心者のうちは戦闘に集中しすぎてアラートを気にする暇がないので、これらに泣かされたレイブンは多いだろう。このバズーカのおかげでアラートが鳴ったらクイックブーストが身につきましたね。他にもパルスアーマーでの防御もあるため、プレイヤーはバルテウス戦でアーマーを削り、近接や効果力武器で大ダメージを取る、というこのゲームにおけるボス戦の基本ムーブを学ぶことになる。フロム特有の先制ポジションってやつですね。そうだな、決して理不尽ではないが勝てそうで勝てない。しっかりと攻略法が存在し、自身の技量も押し上げてくれる。まさしく先制的なポジションだ。個人的にはルビコンの足投げ一郎だと思っている。恥ずかしながら私は30回以上負けた。だがそれだけに自身の好きなアセンで倒した時はガッツポーズが出たな。自身のこだわりの機体で倒せるとやはり嬉しいものですね。ただそれでもここでかなり詰まった人は多いだろう。その理由としてはバルテウスが強いのはあると思うのだが、もう一つの理由として先ほど挙げたスッダも結構強いことがあると思うぜ。バルテウスに負け続けてアセンを変えていっても、勝てない場合、まだ試していない武器やパーツをショップで購入する手段があるが、その場合は、ミッションを最初からやり直す羽目になる。となるとまたスッダと戦う必要がありますね。ああ、それが地味に面倒で、意地でもリトライで倒そうとしてどん詰まりする、みたいな現象は少なからずあったと思う。バルテウスの弱点であるパルスガンも持っていないと買わないといけないですしね。パルスガンに関しては、スッダが地味にアピールしてくれているが、初見で気づける人はなかなかいないだろうな。バルテウスの強さばかりがフューチャーされがちだが、実はミッション全体通してチャプター1最難関と言えると思うぜ。さて続いて紹介するのはチャプター2、最終ミッション、海越えで登場するボス、シースパイダーだな。バルテウスのトラウマ冷めやらぬうちに出てくるシースパイダー、さすがに心が折れかけましたね。シースパイダーは前半戦は地上戦で、ある程度パターンをつかむことで、安定して攻略は可能なボスではあるが、問題は後半の飛び始めてからがかなり事故率が上がる。後半にレーザーや手裏剣攻撃が避けにくく非常に厄介でしたね。AC6 全般に言えることなのだが勝てそうで勝てないというバランスが絶妙なんだ。半分までは安定するのに、形態変化後に削りきれず、みたいな展開を何度経験したことか。国内外でもかなりリタイアする人が続出したようですね。なんでも、シースパイダーを撃破して獲得できるトロフィー。海越えの取得率は約 50% だそうです。バルテウスを撃破したプレイヤーの半数近くがシースパイダーでも脱落してるわけだな。おすすめな攻略法は、この時点でショップで入手できる、AC おなじみの人気武器、ファイルバンカー、通称とっつきで、一気に削り切ってしまうのが、比較的短期決戦で持っていきやすいぜ。私は最初の着地の瞬間を狙って必ず一発は打ち込んでいましたね。なんとか、後半までリペアキットを残しておけば、あとはゴリ押しでいけるからな。飛んでからはターゲットアシストをオンにして、アサルトブーストでまっすぐ向かっていきながら、ファイルを当てていけば確実にダメージは取れるぜ。後半にレーザーは予備動作がわかりやすいので、かわすのは慣れれば簡単ですしね。ただ手裏剣攻撃は微妙に追尾もしてきて、非常にかわしにくくかなり厄介だ。やはりリペアキットをなるべく残してリカバリーできるようにしておきたいな。
続いて紹介するのは人によってはあっさりクリアできた人も多いかもしれないが、個人的に結構苦戦したミッションなので今回選ばせていただいた。このミッションは前半戦は雑魚掃除をしながらデータを集め、最終的には苦戦封鎖機構の LC 機体と強襲艦と連戦になる。まあ主に苦戦するのは、この LC 機体複数との戦闘だな。LC 機体って何でしたでしょうか？簡単に説明すると惑星封鎖機構の主力機体だな。 AC よりもハイエンドなパーツで構成された汎用兵器となっている。 LC の上位機体として HC 機体もあるぜ。なるほど、勢力によって主力となっている機体が違うのですね。惑星封鎖機構はルビコン調査技研の技術も有用しているため、生涯企業勢力よりも技術力としては高い位置づけになっているんだ。確かにバルテウスなんかは明らかにオーバードウェポンついてますもんね。そしてそんな兵器開発における優位性の代表格がこの LC機体でもある。 AC はエネルギー容量分しか対空できないのに対し、 LC 機体は常時対空できるというのがすでに機体性能の差を表していると言えるだろう。そして機動性と武装ともに AC と変わらない火力を誇るため、初見で苦戦した人は思いのほか多いのではないだろうか。こいつ単体でも強いですが、強襲艦のレーザー砲も厄介ですよね。ちなみにその強襲艦の砲は近接戦闘は想定していないらしく、甲板に乗られ近接戦闘になると AC には手も足も出ない模様。巨大なインパクトがある割に設計ミスを疑われるほどの弱点である。環境を破壊されると一瞬で落ちるため、その柔らかさがプレイヤー間で話題になったな。ストライダーといい強襲艦といい、大きい兵器は総じて柔らかいのは AC おなじみですね。続いて紹介する初見どん詰まりミッションはチャプター4、レッドガン部隊迎撃だ。圧倒的物量ミッションですね。これは選択式ミッションなので、一周目では選ばなかった人もいるかもしれないが、ベイラムグループレッドガン部隊の、ガンズ1ミシガンとその部下 MT 隊との戦闘だ。MT 部隊はほぼ雑魚だが、それでもあまりのように削られてしまうし、途中出てくる、四脚 MT 部隊は普通に強い。こいつらにもたついているとミシガンも途中から参戦してきて、あっという間に自利品になる、作中屈指の難ミッションだな。常に動き続けてマルチミサイルなどで素早く片付けていくのが重要ですね。ミシガンとの対決までいかにリペアキットと AP を残せるかが、ミッション成功の鍵となっているので、少しでも最適な行動していくほかないな。かなり難易度の高いミッションだが、様々な攻略法があり、ミシガン総長と部下の会話も面白いので、個人的にはお気に入りのミッションだ。ミシガン総長の慕われ具合がわかりますね。圧倒的な物量なため、ガチタンで挑みたくなったが、軽量機体でも立ち回りを工夫してクリアできた時はかなり嬉しかったな。ただ脳死攻略ではかなりきついため苦戦した人は多い印象だ。続いて紹介する初見どん詰まりミッションは集積コーラル到達だな。これは後半誰もが苦戦したミッションですね。ああ、言うまでもないが、このミッション最大の難所は、技研都市のコーラル防衛システム、アイビスシリーズだろう。このミッションは満場一致で苦戦したプレイヤーが多そうです。ああ、このミッションはチャプター4の壁となるボス、アイビスシリーズとの戦闘だな。発売当時の生配信のプレイヤーなどを見ると、多くの人がアイビスシリーズで詰まっていましたね。今は弱体化パッチが当てられたため以前よりは戦いやすくなったが、それでも苦戦を強いられるボスというのは間違いないぜ。第一形態は意外と柔らかく隙を見つけてしっかり攻撃を当てていけば、思いのほかあっさり倒せるのだが、案の定第二形態が存在する。いつものやつですね。第二形態に入ってからはよりスピーディで広範囲な突進攻撃などでプレイヤーを翻弄してくる。ここでターゲットアシストを使用しているプレイヤーはいいのだが、マウス操作の場合はターゲットアシストが非常に使いにくいため、かなり苦戦することになる。かといってターゲットアシストがないとスピードが速すぎてついていけないですからね。特にアイビスの発する赤い光が目くらましになって敵を見失うことがよくあったな。私は激しい光を発するアイビスに全くついていけてなかったぜ。かなり動きが速いので闇雲に攻撃するよりは、大きめの攻撃の後隙を狙ってしっかりとスタッカーを取るようにした方がいいな。特に上空に大きく飛び上がった後は隙が大きいので狙いどころですね。攻略方法は様々あるが、私個人としては軽量機体で動き回るのが非常に戦いやすいと感じたぜ。もちろんタンクで AP をなるべく底上げしてゴリ押すというのもありだとは思うが、軽量機体でビュンビュン飛び回るのもロボットアニメみたいで面白いぜ。目で追えないのにそんな戦い方してるから苦戦するのでは。それは言わない約束だ。もう一つ重要になるのは武器だな。個人的にはマシンガンなどの連射系の武器よりはハンドガンやショットガンの単発高スタッガー武器が相性がいいと感じたぜ。というのもアイビスが動き回る性質上、一定の距離で戦うのが難しいのと、攻撃を当て続けるのが難しいため的確に当てた方が効率がいいからだな。なるべく近距離から中距離圏内のアシスト適性が高い FCS をアセンに組み込むといい。具体的には近距離と中距離のアシスト値60以上だと安心だ。遠距離だとショットガンは拡散されて当たりにくいし、ハンドガンは弾かれやすいので不要だぜ。適切に攻撃を当てられればスタッガーはしっかり取れるので、スタッガーしたら近接武器を打ち込めば OK だ。個人的におすすめは AC シリーズ人気武器のとっつきことパイルバンカーだな。当たればごっそり削れて気持ちいいですよね。第二形態も基本的には攻撃の後隙を狙うのがいいだろうな。個人的に軽量逆関節がおすすめだが、第二形態の突進攻撃が逆関節だと素早く跳躍して避けやすいんだ。重量機体だと反応が遅れるとシビアそうですね。アイビスは HP 自体は低いので見失っても落ち着いて補足して的確に当てていけば倒せる。ただやはりかなりのスピードに撹乱されて初見でドン詰まった人は多いだろうな。
さて、最後に紹介する初見どん詰まりミッションは、ラスボスエア戦だな。シチュエーションも相まってかなり熱い戦いでしたね。まさかヒロイン枠のエアさんがラスボスになるとは思いませんでした。AC6 のヒロインはハンドラーウォルターだから、このエアもとてつもなく動きが速く、ターゲットアシストを切った状態であれば、かなり見失いやすいボスだ。第一形態は中から近距離でパルスガンを当てるとスタッター取りやすいが、その距離だと後半にブレードで攻撃してくるのでしっかり避けられるようにしておきたい。ブースターのクイックブースト距離にもよるが、真後ろかエアに向かってクイックブーストすれば比較的避けやすかったぜ。下手に横飛びすると引っかかりますよね。おすすめ武器は前半戦はダブルパルスガンとレーザーランスで、後半はおなじみのショットガンで削っていくといいな。やはりショットガンは全てを解決しますね。ただ後半は稀にはよろしくの幻影アタックをしてくるので、これは全身クイックブーストで落ち着いてかわすことだぜ。もはや幻影は期待関係なくて笑ってしまいますね。ラスボスだからね、仕方ないね。とにかく高高度に飛び上がったり素早く動き回るので目が追いつかなくて苦戦した人は多いだろうな。みんなもどのミッション、ボスに苦戦したかコメント欄で教えてくれると嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。